はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、偏差値65への算数、こんな問題ですね。素因数分解の問題なんですけど、やってみましょう。東大寺学園です。ある本でしおりを挟んだところのページの積が5852でした。しおりはほにゃページとほにゃページの間に挟まれていますと。ページですからね。大抵ね、2ページと3ページ、4ページと5ページ、6ページと7ページ、8ページと9ページ、10ページと11ページというふうにね、こうやってその見開きになってるんですね。で、これを見つけるというと、まずね、5852ね、ということね。要するにこのページとこのページを掛け合わせたら5852なわけです。ってことは、これ素因数分解してみる。2、2926。さあ、また2で割ります。1463。この7です。209。この19で割っています。19で割ると11。さあ、これで終わりです。さあ、5852は素因数分解すると、2×2×7×19×11 です。さあ、これを、2つに分けて続きのページになるようなものを探していきます。と、2219でね、ちょっとやってみます。2×2×19、ね、これ4ですから、四九36、76です。さあ、もうは見えてきましたね。今度7と11かけます。 7×11、 77、ね、76と77でね、つながりますよね。だから、しおりは76ページと77ページの間に挟まったということになるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。で、今日はここまでにしましょう。